コマちゃん初勝利、うん、本番よ。オールダビジョンとこれが映って最高の位置だよ。3人のヒロインタビューは長いぞ。メンツがやばいって。さあ、それではお待たせいたしました。エクアリのヒーローインタビュー。
どうですか、ゴールの瞬間。その前の試合でシミュレーション取られてるくらいして、ちょっとやばいな。思い切ってシュートって本当に狙ったところだったので、ちょっとびっくりしました。鮮やかなゴールだけですね。ちょっとネットやめるんじゃないかなっていうね。そんなこと素晴らしかったですね。ね、突き刺さりましたもんね。そしてそこからマルティーノ選手、
最後に一言、その他の皆さんに一言お願いします。はい、はい、皆さん、横浜ひまわりをもっと強く締めていきましょう。これからもよろしくお願いします。奈良先生、最後に参加取りたいと思います。もっとアジアに人を入ってもらいたいし、J リーグ7万人入れるように皆さん友達呼んで満員で優勝を取りたいと思います。Yes.